お疲れ様です。前回社長にちょっと三浜の現場なんですけど、はい、僕の元々その親方のトシ君、はい、あトシさんですか。トシ君になんかめちゃめちゃ言えみたいな感じ言われて、じゃあ最後俺が守ったら大丈夫みたいな感じ、はい、いやトシ君絶対手出るもんあかんっすけど、トシさんはめちゃめちゃ怖いです。めちゃめちゃ怖いです、はい、超怖い。手のひらパーン返されてえぐいっすね。やりやがったちゃんとやったらってトシさん今ちょっとお酒が入ってるもんで、はい、ちょっと心大きいですもんね。そう、心がちょっとでかくなっちゃって、そう思っちゃってる。で、どこから、社長のカバンの中見たのかな。いらんもん出したろうかと思って、ある絶対ある。視聴者にいらんもん見したろうかなと思って。僕気づいたんですよ。社長いじめたら通知ついてくるんですよ。あ、絶対そうですよね。洗浄機かけても、言いましょう。あのお金もそうじゃないですか。はいはいはい。シュレッダーかけても。社長いじめるならみんなに言うそういうことか。いらんもん全部暴露してるからマジで。うつせんやつやったらちょっと思う、うつせんやつだったら社長自体ちょっとえどうなのってなっちゃう。そうそうそうそれちょっとその準備だけしよう。その準備だけしてじゃあ行ってみましょうか。そうですね。ちょっと飲んどるね。あそこねでもめっちゃ朝日ちゃんとアルコール入っとる。これが入ってないといけないですもんね。これ入ってないって いけん。もうそうです。でも僕社長のこととか何回か見たことあるんだよな。ちょっと引いちゃう。ちょっとやってみよう。寺西くんがそれはガンスローガンスロー。まあまあ今日はスーパードライ入ってるね。スーパーになってるんですよ。社長のとこ行きましょうに。行きましょう。行きましょう。お疲れーす。お疲れーす。ラーメンいただいてます。カメラ回しとうね。さすらいじゃないですか。 YouTube はい、何はい、ネタえぇ、ぜぇーちょっともう酔っ払ってるぞ。お疲れーす。お疲れーす。もう始まっちゃった。もうお疲れーす。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 あーおめー今日一応私服チェックもあるで。一応俺も着てきた。いつも肌着だけど私服ちょっと可愛いでしょ。ちょっとリアル。ちょっと今日なんか復讐じゃないですけど、何笑ってんの。何社長好感度多分上がっちゃうんですよ。そうだって僕が言い方によったら好感度上がっちゃうんですよ。まあまあまあ確かにね。再生回数伸びるからね。そうそう喜ぶですし喜ぶ。いや伸びなかったらこれ怒るでね。いやそうです。何ドッキリ面白い系ドッキリですよ。ドッキリ何ドッキリ硬派だ。はい社長の場合これです。何が医者偉いな。まあでも僕めちゃめちゃこれボツになってもマジ綺麗。いいねも使う。なんか3000再生とか出ますから。3000再生はいきます。いや大丈夫って。足場のミッチが乗ってるんですよ。じゃあ行きましょうか。はい、はい、大丈夫。はい、はい、見立てください。ああ俺か俺か。いや一緒だ。一斉のカバンの見せてください。どういうことカバンの中見せてほしいです。俺のカバンの中。はい今日持ってきてないもん。いや、多分ね、状態じゃなくて来た時、戻ったと思って。いいやつが戻った。いや、マジ何もないかもしれない。何もないことがやっぱ一番綺麗だな。あー、なんかあ、この社長クリーンなんだみたいな。カバンはちなみにどこにあるの。カバンは、まあ、目の前にあるね。あー、あー、ちょっと目に入った。ちょっと目に入った。違うみたいな。ちょうど入ります、ちょうど。いやでもちょっと本当に普通な感じだよ。怪しい匂いが。ちょっと一回待って。社長じゃあいいっす。その、うん、社長が悪すぎなくて、ちょっと僕らに毒が入らせてくださいよ。ちょっと待ってって俺だぞ。違う、分かるよ、分かるよ。強い。あんだけこうトシ君の動画の時に。ああ、まあごめんごめん。練習してくれ。ごめん、あれごめん。iPad ね。まあこれ仕事用。あ、別に変な話ですね。これ中身やん、まず。フィリピングルメ。社長、社長ちょっと。キャラじゃないです。いや。グルメ。これ何これ。フィリピングルメの今。じゃあこれは違う。フィリピンの勉強会この間行ってきたんだもん。これちょっと出して。セットで出す。いや、出すだけ。これセットなんだもん。フィリピンの本当、この間大阪行って、はい、昨日か2日ぐらい前に大阪行くって言ったの。昨日ですね。行ってました。あ、そうです。本当に大阪のセミナーめちゃめちゃだ。このノートを見ることなんかない。ちょ、お前ノートを見たら考えろ。すいません、大丈夫ですか。これ多分つまらんすよ。
これつお前最高機密情報だぞ。YouTube ネタ書いてあるだけだハンマーじゃないです、ハンマーじゃないです、これハンマーじゃないです。特別永住権、あ、これもだってフィリピンのやつ。あ、なんか恥ずかしい。そのまま逃亡するみたいな。フィリピンに永住するんですか。なんかそういうセミナー、セミナーだけど、まあビジネスやるんだったら向こうでそういうの取らなかんもんねっていうでちょっと行ってきたんですよ。お手がじゃないですか。ちょっと仲いかんでしょ。じゃあこれ一応本人確認。まあムカつく。本人確認。まあムカつく。じゃあ本人確認です。ちょっと免許証に関しては。免許証に関しては。俺別にいいんだけど。ちょっとね、小銭持ってるでしょ。それなんもないでしょ。いや、いっぱいあるです。ここにも。小銭入れね。ボッテが。じゃあ全部出してんじゃん、早く。全ボッテがやん。あ、これ、これ名刺入れ。ちょっと一個一個ちゃんと雑だよ、お前。俺が気使うわ、これ。変なも入ったな。これ、あの、1000円。あ、1000円やった。ノート、ノート。ちょ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 、お前らちょっとバンバン出してるけど。ライター、ライター、ライター。面白いかよ。ちょ、俺がなんで説明しとんの。お前らどうだろう。ボイスレコーダー。これはじゃあ仕事のセミナーとか。あ、そうそうそう。あ、これよく見るっすね。あ、ちょっとボイスレコーダー。現場のね。やっぱあれなんすね。はい、お願いします。それカード入れ、カード入れ。カードいろいろ、なんか会員券とか。ね。あ、でも。これ説明しとんの。いや、持つっす、これ。いや、これイヤホンね。あ、ちょっとそれはいかんわ。ちょっと待って、それはいかん。じゃあお前それ見たら本当に殺すぞ。行ったらいかんすよ。行ったらいかんすよ。それ行ったらいかんすよ。コンプレックスがある。ちょっと待って、ちょっと確認します。ちょっと話聞いてみます。まずい、まずい。それ本当に動画使えなくなるからね。ちょ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 どん、それいかんやつ、それいかんやつだ。じゃあ、見せないんですけど、じゃあ一つだけやしてください。ちょっとまず、ちょっとまず席戻ろう。何これお前ら来てさ、勝手に来てさ、はい、領収書まで見て、それだって会社の情報だとまずいんだよ。会社の情報ですかこれ。ちょっとカメラ後で。会社の情報ですか。ちゃんとカメラに向かってですか。会社の情報ですよね。そうでした。会社の情報ですもんね。フィリピンのあのセミナー。そうそう、セミナーの料金ですよ。ああ、セミナー、セミナー。フィリピンパープの方じゃないですよね。いや、あの、違う、クラブの方、クラブ。見せ。違う、どんだけ行っとんねん。どんだけ行っとんねん。2個あるやんけ。これ、これやないか。どこやねん。ちなみに、お前ら説明が下手。まあ俺知らんもんだよ、誰か。まあ5万3000円と5万7000円どんだけ高いね。ちょっと高かった。これは別ですか。これなんですか。いや、一緒の日。一緒の日なんだけど、あの、まあ大阪の知り合いが来たもんで、僕が行こうってなっちゃった。ちょんでキャバクラ行って知り合いのせいですもんね。そう、知り合いのせい。俺は行きたくないって言ったんだよ。俺はもう飯行きたいって言ったんだよ。まあまあぶっちゃけ、まあその俺は関係ないよ。俺は既婚者だしね。たまたま、まあ先輩が2人ぐらいおったもんで、その人たちが飲み屋の子にアフター行こうみたいな話があって。ああ、よくある。そうそう、よくある感じね。ちなみに、ついた女の子の名前は。いや、覚えてないな。あゆみちゃん、あゆみちゃん、あゆみちゃん。俺もついに YouTube 見せちゃったから、そこで俺 YouTube やってるよとか言って。俺よく見せてる。まあ一軒行って、俺ちょっとどっちか覚えてないけど、で、まあまあ僕出しますわ、出したの。で、女の子アフター行くって言ったので、アフターでその店終わってからどっか飲みに行っていいですよみたいな。だから3人だったらこっちがね。で、女の子もまあ3人ぐらいで、どこか行こうかみたいになって。だから俺、これ両親に気づいたのよ。じゃあカラオケ行きたいって言ったのよ。言い出したの。あ、もうさ、なんか、いや、上にすぐ上にカラオケあるかとか言って。で、カラオケ行ったの。で、ちょろっと1時間ぐらいで、値段聞いたらさ、確かどっちかなんだ。5万3000円、5万7000円。カラオケでですね。そうそうそう。ちょ、社長、騙され。社長、騙されとんの。で、俺、後で気づいたら、これ、その名前同じだと思って。で、系列なんだよな、多分。可愛かったっすか。まあまあ早かった。見上げとる、見上げとる。まあ2軒目行ってもいいかなっていうぐらい早かった。いい、ちゃんちゃんでいい。いや、ちゃん嬉しい。ね、まだ覚えとけよ。まあなんか、まあちょっとね、見苦しい。ちょっとなんか社長初めて見ましたけど。そうですね。もう悔しいですね、逆に。悔しいですね。もういい、まあ、締めていい。よくなったね。まあそうですね。はい、まあちょっとまた見てね。Ha ha ha ha!